そうなの本当にそうなのでもじゃないの今は本当にダメなの多分このタイトルってことはもうトムラとデクが合うんじゃないかなエンカウンター2だもんね1が確かショッピングモールなんだよ、まあ、今回エンデバーとやるっぽいけどそりゃそうだろうな 偉いことになった、ね、ここからなんでしょ全部壊すって戸村がマキヤも呼んでみんなと一緒に <laughs> やべえ <laughs> いやもう終わったよ戸村が止まる理由がないからもう。 少なくとも戦闘を不能にしないといけないよね。一旦引かせる理由を作んなきゃいけないよね、要因を。となると、エンデバーかデクが頑張るしかないと思うんだけど、前回、小性抹消団が、あの画鋲が、全部じゃなかったんで壊れていたの。最後に頑張ってくれたけど、壊してくれたけど、それが多分、友ラの手元に数個あるんでしょ エンデヴァが前回僕死ぬかもって言ったけどやばいのは個性なんじゃないかなでホークスも今瀕死だしここから本戦なんだよねトムラに触れたら何度も言うけど終わりなんですよで初代が今語りかけてきていて、えー、止めろとどうやって止めろっつうんだよこんなもんを。<laughs> うんトムラの中にオール・フォー・ワンのこう面影みたいなのがあって変われ変われって言ってるから同じようなことが起きたりするかデクにこうまヤだモヤが飼ってた2人のさどっちかのこう個性に乗っ取られるみたいな暴走的なそのぐらいしないと無理だと思うんだよでお茶子さんがデクの変に気づいてたからお茶子さん今までさデクを結構助けてくれたじゃん そういう展開になるのではないかとはい乗り逃げして先に行ったあっまさかの下典な <laughs> ダビの邪魔をしてしまったああ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 おああ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  でも前回暮らすとかっこよかったよ最後に先生を助けてくれて森林かむいもうほんとこんなレベルじゃないよトムラが来たら全部俺るほんとにトゥワイスがいなくてよかったねよくないけどいたらほんとに終わりだったよ 相変わらずデストロやっぱ崇拝してんのねめっちゃ綺麗な目してるけど超イケメンやお前、うんあマウントレディもうさサイズ的にさマキアとやり合えるのレディくらいだけど厳しいよねえんこ,こんこんぼ。コンボー ああ<お> <laughs> <laughs> まさに鬼にかなぼう確かにあのサイズでやってたトガちゃんだトゥワイスに刺されてたやつだよね 少しハエが始めようってまだトムラが目覚める前だけど。 そりゃ。マジ後だ。マキアも来た。 やべでこれが合図なんだもんねこっかあーやっぱうん乗っ取りはありそうだねはい宿敵知っちゃったもんなエンカウンター2 定着率の問題はねやばい触っちゃダメだよおおいやでももう個性の塊だよ燃えてる燃えてるあーこれじゃできんてうわー やば <laughs> とにかく手に触れるなゴシで触れるってのはいやいやいや指が触れればいいのかレストロの例を見る感じ手だろとりあえずうーわーあ,あ,あぶあっ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 っぱいっあっあっあっ やっぱもうほぼほぼ定着してるえやっぱ持ってるよでこうなるとやっぱトムラは先生を取り返したいよね今後のためにもそういうことか ワン・フォー・オルを狙うやばい完全にオール・フォー・ワンになってるぞ シキャッツあラグドール弱点とかねここどうするよ複製というかストックはなくなっちゃったけど。 やばーい <laughs> えっこれはトムラもう融合した感じなのやべえマジでデクみたいになってるじゃん 今フルカール45%だっけいやマジで次来たら終わりだ街一つまた消し飛んだぞデクああ。 かっちゃんとデクでショートはいないそうだよね知ってるのはかっちゃんだけだもんね大丈夫かおいまじ、まじでスパイダーマンやなデク じゃまずいあ、らこれがサーチってことでいいの <laughs> いや、うん、もう本当に本当に怖いちょ ここでカッチャン。カッチャンカッチャン大丈夫マジ、個性抹消談はマジで頼む。 サーチだね追いつけないエンデバーがついでに やっとく。もう本当魔王よ。うん、知らねえもんな。 え <laughs> ねちょっとそ,うですそんなノリじゃねえあ,ありがとう <laughs> 主役です <laughs> ああこの時ねオールマイトが来てくれた時ね <laughs> この顔覚えてる覚えてる私知ってほしいけど知ってほしいけどもう もう何しても絶対無理だと思う戸村は悪いけどうん今30%か平常ではい一瞬だけ45%セントルイススマッシュ瞬間的にねおおかっちゃん すげえぞかっちゃんかっちゃんに死亡フラグが立ってる気がする。 こうしだすと電波。うわー。うわ。完 <noise> 全<声>。印鑑。あ。なるほど、そういうことか、通信用ね。 電子機器がいかれたえええええ,えノ、ノームここにきてさらにノームオール・フォーア・ワンああエンカウントしちゃうの ああああ出たあそ,そういうことかイメ,イメージね触れてないもんなやばいやばいやばい負けんな負けんなぶッねであグラントリノそうグラントリノもやばくないかな エンディングの最後の最後でマント飛んでたんだよ電波するそうなの本当にそうなのでもじゃないの今は本当にダメなのほ、んんエンデヴァーと琉球トップヒーローたちで ホークスはいねえけどえ崩壊しなかったぞだもうもう本当秘密にしてらんねえクラストー あ、あ、そうかなるほど消したわけね消せないタイプもあるよねなるほどノームたち ひどほうほうほうまあ地味だけどまあ使い勝手なるほどド,ドライアイ対策一瞬も切らさない まずいほ,ほんとにまずい <laughs> え超マッチョになったのもう素の能力がはいオールマイト並みだ。 もうほんとフルカオルだよ。<laughs> 定着率の問題はうーんとりあえず崩壊させられる危険はなくなったけどだからこそ今,度今後相澤先生もうほんとにみんながやばい。 嗯嗯。Mm mm. 奪い、与える。本当奪われるの。奪われるとしたら、全部まるっと奪われ、奪われるの。 あーノーム出たマジ下手したらトップヒーローみんなやられるぞああハイエンドまみれええー、絶望のまま <laughs> だ今後の ためにだまず1回は戦いを終わらせなきゃいけないでしょでさらにデクがやっぱ、まあ、オールマイトも秘密をもう公開いやいやいやでも守るとしちゃうよなふわれたら終わりなんだもんなええど,どうしたらいいのじゃあとにかく打ち合う方法を見つけなきゃいけないよね先生抜きで。 早急に個性全部を使いこなせるようになるいやそんなの無理だよね今まで散々時間かけて体作ってやってきたんだからさようやく今二つでしょどうするよ今やばいと思ってんのが「えんデバーただ大丈夫そう」 今、消してるからえー、グラントリノこここれどう見てもグラントリノのマントだよねああマキアあやっぱマキアとレディーだ ザスターーーウォーカー災害保護えらいこっちゃうーん戸村はまずワン・フォー・オールと今後のために先生をやっぱ確保したいよね定着率まあ自分で分かってるか分からんけれどもうーん <laughs>、ま、マジで下手したらトップヒーロー全滅するぞ 新世代でどうにかするしかなくなるのか ?A 組、B 組中心でちょっと一回整理しようかえー、っと個性得意点っていうのがあってだそれがまあ概念なんだよねだそれを過ぎて今、えー、っとヒーロー社会 がどどんどんこう破滅に向かかっていいるというか最初ガラキ兄弟となえた、えー、そのローンから始まり、えーとまあ、どんどんハードが、えー、とソフトに耐えきれなくなるとで個性がどんどん複雑化していって暴走していっていつか、えー、と耐えきれなくなるってでその筆頭が、まあ、トムラでありネビル・レーザーでありみんななんだよねあのダビもそうだしそれが完成しちゃったよ本当にいい感じに <laughs>。 体も作ってだから体を改造できるのはやっぱガラキ材だけなんだよね今のところだデクにそれを施せるとは思えんどうするどう対抗するもうみんなで力を合わせていくぞじゃ済まない本当に触れないからここで何かしらの希望が見えないとねやっぱそれはデクしかないでしょ マジどうなるんだわからん <laughs> えー、ちょっと今回で何かしら見えるかなと思ったけど絶望続きやんじゃとりあえず次回戦いがどこへ向かうのか、えー、あとマキアとレディねえレディ、えー、じゃサイズは同じだけどさいや無理でしょ <laughs> 希望があると信じたい最悪もう本当にもうやられっぱなしでもうこんなもんでいいか帰るぞって向こうがなるかもしれないけれどもとりあえずあの頑張ってみます <laughs> はいというわけでえ今日のカズマックスアニメーションでございましたまた次回第120話でお会いしましょうじゃあね